皆さん、こんにちは。ティンダーメクボキンです。T 先生は今日保育園でね、保育園大好き、あれ、ロックンロール、ロックも歌うんですよね。歌ってみて。ロックだった、でんでんむしじり、飾るつもりのロックもびっくりです。プレゼント、これ、何のプレゼント？玉手箱、これね、浦島太郎ですよね。英会話、こういう、日本語も喋って、英語も喋って、すごいですね。はい、保育園でも。雨降ったかな？これ、予想ですよね、今回。バケツ貯めたものですからね。はい。できないよ、これ、できるようにするやつ。先生はできるように、楽しいですね。はい。大好きだけど、これ。もう好きなことですよね。行動確認やはりいろいろどうしてするかいろいろです。甲子園は高校野球ですね。金さんとかおさらくさんとか野球するの動物園と思い込んでいる人いますね。あと子供お誕生日もやっぱり10年に1回くらいのお誕生日でいいですね、はい、自転車やはり乗れるようになりたいですね。これもはい。おじいちゃん家、これ家族の家ですよね。家族の家の話、お風呂入ってますね。これお風呂が好みですね、おじいちゃんにとって。連絡帳、これね一番あるものですね、保育園。あとはリスペクト、これは保育園ではあまり聞かないものですね、はい、同じ気持ち、どんな気持ちかも楽しみです。嬉しい涙、これ涙ですね。どんな涙かな。これ夢の話、将来の夢の話ですからね。保育園にとってどんな将来夢、ケーキ屋さんになりたいねとかいろいろありますね、はい、YouTuber になりたいとかいろいろありますね。ママ拭いて、これねいろいろお支度前、ただこねるみたいな感じ。パパとママの絵もほんとすごいですね、似顔絵。はい。思いやり、やはり感謝の気持ち、思いやりが大事だからね。はい。優しさですね。家族サービス、これやはり子供にとって家族サービスは一番いいですね。何歳、これ年齢。永遠の10代は嘘ですよね。はい。パパのまねっこは本当に驚きますね。両思い、これ恋愛に使いますけど、保育園の恋愛もありますね。お帰り、これ家に帰った時のことですよね。こちらこそまた明日ですね。はい。以上です。バイバイ。